皆さんこんにちは、すずちゃんです。今日はですね、購入品紹介をしたいと思います。まあちょっと順番にいきましょうねじゃあ先にこちら、BGM の5ミリマステです。見てください。私あの5ミリマステすごい好きで集めています多分これ持ってないやつだと、これ怪しいけどな、でも多分持ってない気がしたから買ってみたんですけど、かぶっちゃったかなっていうぐらい5ミリマステ大好きです。はい、見てかわいい、この並び。ちょっと早く手帳に使いたいなと思って、もう近くに手帳もスタンバっているんですけれど早速後で使ってみようかなと思います。はい、で次にですね、こっち先にしようかな。皆さん見覚えないでしょうか。私ボビン動画にも出してるんですけど、2代目でございます一応1代目がですね、動画の最後にあの衝撃的なものをあの上げているんですけれども、はい、1代目はもう壊れてます。そう、以前のボビンちゃんはもう壊れちゃってるからどうしようかなって悩んでたところ、見つけてしまったのですセットになってるやついや持つならね、ちょっとセットのやつも気になってて、で前買おうかってあの書店さんで迷ってやめたんですけど、ちょっと諦めきれなくて今回買い直しました。いやちょっと次こそは壊さずな、綺麗にねあの使いたいなとは。ちょっとガサゴソ音入っちゃうので一回切ろ。そう、前回ね書店であの買おうか悩んでて、で前回は買うのやめてたんですよ。っていうのも、いやまだギリ壊れてるとはいえど一応使えるしって思ってて、そうっていうのもあって、あの買い直すのやめてたんですけど、ついに入手しました。はい、ちょっとあのカッターナイフを持ってきたので早速ちょっと切って開封していこうかなと思います。一応私あの普段ですね、普段一応こういう可愛らしいポーチの中にマステをですね大量にこうやってあの持ち運んでるんです出すの雑すぎてちょっと自分でも引いちゃったわこういった感じでたくさんボビーのやつをあの持ち運んでるんですけど、ちょっとまだ巻いてない子たちもいくつかあって、ただこれなんか使いやすそうだなと思ってまだ巻いてないんですけど、ここに出してるんですよ。でちょっと一回しまってみせようかな。見えますかね。こういう感じで大量に持ってるんですよ。でちょうどもう使い切ってるかなんかでボビン自体を買い足そうかちょっと悩んでたところ、ちょっとこの素敵なボビンの箱を見つけました。ということで開けていきませんあ、じらすね、めちゃくちゃ焦らしますね。はい、ボビンということで、あの説明書が入ってますね、取り扱いの説明書が。はい、あ、ちゃんとすぐは見えないんだ。じゃあいきますよ。でれれれれれれれ、素敵じゃないですかこれ。見てください、ピンクのボビンでございます。可愛くないですか。ちょっと可愛くない、可愛い。ということでこちらが今回買い直したボビンでございます。
ただちょっと待って、あ、一緒か、なんかすごい大きい気がしちゃった、全然大きくないのに。ちょっとビニールどかしいな、これ何、あ、まさかのあの説明も何もないボビンっていう見えた今、みんな何も入ってなかった、何これと思ったら何も入ってなかった。で、そうそう、私このあの何びっくりした、こうしたかと思った、この別売りのやつ1個も持ってないんですよ。そう、このね、こういう感じで別売りのこういう風に使えるよっていうやつ。あ、すごい使いやすい、使いやすいですねこれ。結構いいかも、この自分で切っていくシステム。ただあのあれですね、私みたいに不器用な人は一回一回外さないとちょっとうまく取れないかもしれない。よいしょ、なるほどなるほど、こういう感じで見えてた今、ごめんね、こうやって引っ張って、おー、なるほどね、見えてたかな、ちゃんと見えてたかちょっとよくわからないけれども、でもあの綺麗に端っこも綺麗に、どこだ、ピント、ピント、ピント、端っこも綺麗に切れるから、あの几帳面の人にはおすすめですね。えい、こういう感じで見えてないよね全然見えてないところに貼ってたちょっと手前に映そうかな、見えたこういう感じでちょっと貼ってみました。で、あともう一個がこのタイプのやつね。これどうやって開けるの、あ、こうか、こっちのやつはどれでもいいや、うんうん、よいしょ、これをここに刺して、なんかミシンみたい、本当にミシンみたい。でこれをどういうこと、どういうこと、よしよし、これで、お、絶対向き逆だよね、入れた向き入れた向き絶対逆だよね、私ねえ、そういうところほんとやめて、やめてください。でもこっちから入んないよ、私が巻いた向きが間違えてる説あるな、これ。いやでも本当に切りやすい、これ切りやすい。でこれはしかも使ってない間こういう風に閉じておける的な、あ、全然そういうわけじゃないんだ、へえあ、全然そういうわけではなさそうです。で一回一回ちょっと外さないといけない、絶対使い方間違えてるの私、これ巻いてる向きも逆な気がするしあー、もうこういう適当な自分の性格が嫌になってきた皆さんもきっと上手に使っているのでしょう、私はちょっとダメだけど、はい、あ、でも全然良さそう、良さそう良さそう、あーもう、あーもうしまえないんだから、そういうところ、そういうとこだよね、ほんと。はい、
はい。で、そう、これ最初の初期装備で5個入ってるから、あの自分で買ってもいいけど5個入ってるもんで、買いたつ必要は基本的にないよみたいな。いや、買い足す必要がある人は買い足せばいいけど、そう、比較的そのままでも使えるのよセットでみたいなやつですよね。私は前回こちらの白色をAmazon さんで買いましたが、今回は書店さんにて購入しました。え、絶対最初のやつ初期不良だったわ。今快適に回せれるもん。あ、絶対あれ初期不良だった。全然ち、いや若干左によるけれども、若干ね、でも最初のやつと比べたら全然違うわ。いや絶対あれ初期不良だった。もうほんとやだそう、去年に一応買ったんだよね。で、動画にも載ってるので、またちょっと前回の秘宝の動画見てほしいんですけれど、え、全然違う、全然巻き心地が違うもん。いや確かにちょっと左によるけど、まあでもだとしてもよ、だとしても最初のと比べたら全然マシ、マシ寄りのマシ全然違う。で、これを私みたいなケチな人はギリギリまで巻いてくださいそうじゃなければ一旦巻くのやめた方がいいです、マステのためにもてか、そうそう、ここね、ここね、取れちゃうからみんな気をつけてね。ここの隙間がなくなっちゃうと回せれんくなるから、どっちにしても本当に究極ギリギリまで回したい人はもう回せられなくなったらやめるっていうのが一番いいかなと思います。嘘、本当はね今ぐらいがいい今ぐらいにやめるのが一番いい。で、今ぐらいで外してみるとこんな感じだから、新品のマステだったら2個に分けた方がいいかなって思います。で、ここでチョキンって切っちゃって、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そうそう、よし、じゃあ次、よいしょ。そう、ボビンはね本当にストレス発散になるからいいよこれそう、回す、ただただ回すっていうだけなんですけど、おすすめではある。ただ初期不良とかになる場合もあるからちょっと気をつけてっていうのはあるんですけど、でも比較的そういうのもなしに基本的にはできると思うんで、よいしょ。手帳を使い始めてからこういうボビンじゃないマステとかシールとかをよく使おうと思って、今いろいろと計画というか使うために持ち運ぶようにしてるんですけど、本当にこのボビンにするとかさばらないから、あんまりこういうポーチに入れてたとしてもたくさん種類が持ち運べれるから、気分によって変えることもできるし、一応
こういったあのクリスマス用の季節柄とかのやつって持ち運ばないと使わないんですよ。そう、持ち運んだとしてもあんまり使えなかったりとかもするんですけど、実際余ってるからね。だとしてもよ、持ち運んだ方がまだ使うのよ。っていうのもあって、持ち運ぶように季節物とかを基本的にボビンに巻いて、あの持ち運ぶようにしていこうかなと思って、そう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 。だからもうちょっとクリスマス系のやつはもう使わないかもしれないから、寒い時とか雪が降った時ぐらいしかもう使わないかなって思うんで、もうちょっと家にしまって、また違うマステを巻き巻きするためにボビンを追加で買わないとなぁと思っている次第でございます。もう何これ、さっきから外れてるよね。ロックがちゃんとかかってなかった。マステね、マステもかもうたまる一方なのに買っちゃうのがいけないのよね。でも可愛いのがあるのがね、いけないよね。何かしら毎回言い訳しながら買ってる気がする。いや、悪いの自分なんですよ、ちゃんとね。うん、分かってる、分かってるんだけど、可愛いから買っちゃうの。よいしょ、よいしょ。ほら見て、かわいい。そう、あと2つやったらこの動画は終わりにしようかな。待って、まだ喋ってないのあったわ。勝手に動画を終わらすなっていう。よいしょ。これ確か買ったの100均だったと思うんですよ、このマスキングテープ。確かね。ただすごいデザイン可愛くて、あの無地の手帳でもあの一気に派手めになるから気に入ってて、よく最近は使うようにしてるんですよ、このマスキングテープちゃんたち。そう、どうでもいいこと書いているんですよ、手帳には基本的に。ただ文字だけだとさ、つまんないけどさ、マスキングテープとかシールとか貼ると華やかになるじゃん。そう、そういう時にあの身近にマスキングテープがあるっていいよねって本当に思います。いや、やっぱね、これね、やっててわかるわ。最初の1号目、1体目、1個目がどんだけ初期不良だったのかがわかる。全然負けなかったし、バキバキに割れちゃったし、もうなんかただただ悲しくなったもんな、あれ。こんなサクサク負けなかった気がするし。こんなサクサク負けんかった気がするし、本当に。こんな早く負けなかったの。確か。ちょっとみんな動画見返してみて、本当に、巻きづらさがすごかったもん。いや、ね、初期不良だと思う、あれは。普通はあんな広くないと思いたい。ただただ思いたいだけかもしれないけど。本当にあれ悲しかったんだから、本当に。もう、回していくたんびにさ、ポロ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 部品取れてくの。私ボビン買い直してる人なんか見たことないもん。いや、動画に上げてないだけかもしれんけどさ、にしてもだよ、本当に。本
当にびっくりだった、あの本当びっくりでした。でも結果的にね、買い直すぐらい使いやすかったし、あの巻き巻き楽しいってねみんな言ってたけど、やっぱり楽しいもんで買い直すよねねーって感じ。まあでも結果的なこと言えば、このセット品を最初に買えばよかったっていうのだけ。あ、ちょっと寄せすぎたかな。ちょっと寄せすぎちゃった。見える？寄せすぎるとね、こういう風に並々になっちゃうんですよ。そうそう、前の初期不良の子はね、全部これになってた。全部漏れなくどっちかに寄ってた。でもね、やっぱね、作りはね、脆いと思う、これ。作りが脆いとは思う。なんかギシギシ言い始めたし。私みたいにちょっと地味に力が強い人とかだとすぐ壊れるのかもしれん。いやー、でも。なんでこんなギチギチ言うんだろう。よし、こんなもんかな。あと多分もう一巻きずつやれば、あのこの残ってるマスキングテープは終わるとは思うんですけど、よいしょ、ちょっともう一巻きずつは残しておいて、また優先的にそっちから使っていこうかなと思います。でもさ、この4つがこんだけちっちゃくなるって思ったら、かなり本当に本数持ち運べれるなって思いますよね。うん。で、余ったやつは余ったやつでまた終わったら使い切ってもいいし、私みたいにこっちを優先的に使うとかでもありかなと思いますので、ぜひちょっと気になった方は、ボビンという商品を使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで一旦ボビンはお片付けします。はい、ではお次がですね、こちら1000円でパックになって売り出されていた、あの宮沢賢治さんだとかの何、はい、まとめてもあったものです。気になってたんですけど買ってなくて、でたまたまね、あのよく行く本屋さんにパックになってたんですよ。そうで、絶対お得だなって思ったのが、このパック1000円だったんです。でもさ、見て、このフレークシールだけで748円もするのよ。絶対得じゃない？748円もする商品が入っててね、これとか385円とかさ、ね、値段のこと言ったらちょっとやらしくなっちゃう。ちょっと順番に中身を説明していきたいなって思うので、ちょっと開けていきますね。宮沢賢治キラピカフレークシールということで、中に切手が
可愛い切手サイズのシールがいっぱいキラ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 してるの。これすごい綺麗じゃない？ていうか何よりこのさ、パッケージが綺麗なのよね。これちょっと普通にこうやって飾ってても全然ありなぐらい可愛い。じゃあちょっと次、メモ帳。もう完全にさ、完全にさ、猫で買ったよね猫の事務所っていうもののメモ帳ですね。え、かわいい。でこちら普通に使いやすくない？このデザイン。こちらあれ待って、あとなんか、あ、これ抜けてた。え、かわいい。え、猫の事務所って私読んだことないけど可愛いですね。で一筆箋、お前たちは何しているか、そんなことで地理も歴史も行ったこと行ったわ。言えなかった噛んじゃったし読めなかった。酔った行った行った。へえ、こうして事務所は廃止になりました。僕は半分獅子に同感です。この猫ちゃん、この猫ちゃん、猫ちゃん可愛くない？可愛い。おかしなハガキがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。どんぐりと山猫。へー、かわいい。このどんぐり、ちょっとこの一筆箋でとか、こういう便箋、便箋もいっぱい入ってる。便箋が、あ、便箋2種類だ。えー、かわいい。よだかの星と銀河鉄道の夜。普通に使いやすそうじゃないですか。ちょっと画面に見切れてない？大丈夫？普通に使いやすそう。で最後がセロ引きの号手。これは知ってる、これは読んだことあるよ私。あ、ノートだ。ここにセロ、チェロか。チェロ、チェロ。あ、ここにお月様が。普通になんかね、紙はね、書きやすそうな紙してますよ。何書こう。セロ引きの帽子。何書こうかはまだ決めてないですけど、普通にこうね、可愛いなって思います。これまだ他にもいろいろあったんですけど、まあ、そんなに便箋いらないなってぶっちゃけ思って、中身こうやって見えてたから、厳選して選びました。っていうか一番の目的はこのメモ帳でした。私はメモ帳とこのフレークシールが目的で買ったんですけど、マジでこのメモ帳が可愛すぎてねえ、癒される、可愛い。え、買ってよかった、買ってよかったな。普通にデザインが描きやすいメモ帳でございました。はい、ということで今回、本屋さんで買ったものは以上でございます。ちょっと多分尺どうだろう、いや結構いったな。じゃあ一旦この動画はこれで終わりにしようと思います。今回買ったものの紹介でございました。はい、ではまたどこかでお会いしましょう。ごきげんよう、すずちゃんでした。